はい、はい、というわけで帰ってきましたね、文旅館。久々すぎるぐらい久々なんだけどね、ね、というわけで、という文旅館もね、次回からちょっと新章開幕というところで、実はね、ゲスト制が最後です。でね、今回ゲスト制最後にふさわしいというか、もう最高のゲストの方が来てくれてます。来てください。おいっす。おはようございます。どうですか。いやー、孝太郎さんですよ。文旅館に孝太郎さんが来ていただきました。嬉しい、ね、はい、やばいですね。というわけで今日はいきなりですがね、孝太郎さんといえばやっぱおかっぱり、ちゃおかっぱりなんですけど、いきなり今日はバウト、はい、フィールドは高山ダムですね。孝太郎さん、高山ダムってやったことあるんですか。いや、初めてですか。嬉しいですね。すげー楽しみですよね。で、はい、俺も上流のおかっぱりをやったことあるんですけど、まあまあボート初なんで、まあ、ほぼ、ね、水位も全然違うんですよ、来た時と。だからまあまあ見たことがない、ただの初フィールドなんで、このね、初フィールドをどう攻略できるかっていう、はい、ねえ、ただ文旅館なんでね、はいはい、だいぶ太陽も高いですね。高いですね。そうですね、これが文旅館なんですね。これが文旅館なんですね。はい、はい、よくわかりました。はい、そんなところで、じゃあちょっとお決まりの文旅館いただいてもいいですか。はい、じゃあ行くぜ、高山ダムボートで文旅館。はい、今回高山ダムではこの通り遊戯券が必要となっております。皆様、遊戯券を買って楽しく釣りをしましょうね。ちょっと人気フィールドだけあってね。そうね、船が続々来て、ああ、オープニングが取れないというね。そうね、そのうちにどんどん明るくなるっていうね。もう8時回ってるかな。まあのっけから明るかったけどな。そうだ、そうですね。朝のコンビニでも明るかったけどな。ちなみに小田さん、いつもコンビニ行くときはあれなんですか。いや、絶対暗い。夜明けとともにもう竿を振るっていうスタイルですもんね。当然です。そうですね、当然です。ちょっと自慢してますね。すぐ行きましょうかね。そうですね、そうですね。あー、それやべえ。やばくねえ。ポッポがやばいっしょ。ペレ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 って、すげえ。これがうちの魚です。それエアとか入ってるんですか。入ってない。ヤバロールっすね。くー、ヤバロールワンツー。釣れて釣れて。いや、今日楽しみだな。おー、釣れそう。ちょっとやらして。よし、距離近いかな。あ、ハンドル、まさかの右。右だ。このゆっくりでロールしたら反則だろこれ。あー、でもなんかできない歯がゆさが。ハンドルがね。うわー、うおー、釣れそう。ちょっとこれ、あー、超釣れそうじゃんこれ。すごい、ホバーストでこんだけロールするのはすごい。うわ、これは食べられちゃうな。ライズアップさせるぞっていう気満々ですね、それはね。あー、やべえ、俺、しゅんちゃんにじゃあ俺も1個見せちゃおっかな。おお、ロール対決。ロール対決、おほう。ちょっとこれまだ、うわ、ペラつき削りだけど。サイズってそれがオリジナルのサイズ。うん、これサイズ違いもやる予定だけど。うわ、ローリンベイベー。これで後ろのペラも回っております。うわ、ほんまや、ドロール、やば。で、これもシェイク引きするとペケ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 っていうのも OK でいけると。なるほど、それをシェイクしちゃいますか。シェイキン、やばいっすね、それ。シェイキンローリンベイベースペシャル対決。あ、これそう、なんかヘラで映ってますね。これヘラなんだ。あ、多分そうですね、動いてますもんね。動いてるね。じゃあヘラブラ釣り返しますね。で、今これ正面に当てたい。はい。で、もう完全無視っすよね。もうそんなのどうでもいいみたいなのね。もう釣り人ですよね、完全にね。完全にね。もう鏡の話、もう釘付けですよね。聞こえてません、私の声。スーパー移動しますか。はい。どんぐらい出るのかな。
この形が好き。はい、俺これが好きです。 Me too。 それ一番いいですよね。この形がいい。いいですよね。うん、でも持ち方そういう感じですか。いろいろ持つけど、でもどう持ってもこれがいい。いいですよね。うん、俺もそれじゃないとちょっと気持ち悪いんですよ。わかるいや、Me too なんですよ。ね、うわ、それが一番持ちやすいす。これが一番、ほらライトリグって軽く持ちたいけど、これが一番軽く持てるよね。持てます。これって指の腹に沿うし、でここで軽く止まるから、これがつるっといってるとちょっと指先に力入るんだよね、止めるのに。だからね、この形なんですよ。そうなんですよ。これだよな。いや、なんかすでにこういう話は楽しいねいや、しゅんちゃんほら、ロッドもそうだけどルアーも開発だから、ライブローラーも見て、結局小魚系ってどれもリアル系だから形って似てくるじゃないですか。夜中にこうやってエラとかこう張り立たしてっから、あ、これ移動距離を抑えたいんだなとかだってさ、出なかったらこれわざわざこの反らした出っ張り方にしないもん ね、 やっぱあれですよね、ホバストはなんか移動距離抑えてなんぼっすもんね、うん、だからそこに対してのエラーみたいなね、はい、少しでもね、まあ、一発で見抜かれますよね、そういうところはね開発者だと。これ結構開発してない人だと分かんなかったりするから、うん、そういうとこ拾ってくれないから。でかといって言うほどかっていうと、うん、ね、うんうん、いや、細部に神は宿るですよ。細部に神は宿るですよ。おね、いや、心意気を感じる、こういうところに。もうちょっとちょっとで、そうですね、小さいところの積み重ねですからね。何やりましょうかね。何ですかね。何でしょうね。これ行き足スピン握った方が良さそうな気もしちゃうような。でもスピナーベイト釣れそうだな。スピナーベイツ。チャターです。チャンクチャター。チャンクチャター。通称カニチャ。当たった。あっしゃ。え、マジで？本当？嘘でしょ。すごい。嘘。いきなり。まあまあ行き足きなしなんですけど、はあこれが高山初フィニッシュ。初、おお、ブンボカン、ボカントレーラーフックだったな。いや、行きなし、マジですか。沖のど真ん中でもね、届いてないかぐらいのキャストだったんだけど、ほうほう、スローロールしたら、はあ、な、枝に当たりながら来た。ほほほ、行きなしきなし、行きなしきなしのブンボカンビーボー、さすがビーボーですね。ナイスビーボー、ナイスビーボー。でもこのなんか、なんだろう、土星点な感じでいきなりスピナーベイト食ってくるんだって感じですもんね、ある意味。いや、僕はね、こういう時でもスピナーベイトはちょっと、マジですか、スピナーベイトだからみたいな、あの天気関係ないという気がする。スピナーベサイトの反応を見てると、はあはあ、まあそうっすよね。風も関係ないし、天気も関係ないな。意外と来る途中、小魚いっぱいいたのにいないですね。いないね。いないかに見せかけて中に入れたら実は出てくるみたいな。出てきちゃいますか。シュドン。あれ？あれ？いや、でも楽しい。初場所っていいっすね。そう、初場所は一回きりですからね。間違いないです。これ終わりの時間ってなんか決まりあるん？お、エンドレス。エンドレス。ちょっとね、いや、孝太郎さんのあの一発が幸先良すぎてちょっとアレになってる。最初で最後の一匹だったってなったら、そこ一回行ってみましょうか。行ってみますか。行ってみましょうか。上に。Go to。孝太郎さん、それあれ岩じゃないですか、真ん中。岩ですよあれ。もうあれいますから、すでに。いますよね。ちょっとしゅんさんと岩と橋ブーン、ボカン、ボカン。あ、これいただきました。ピースじゃないよ。あ、いたいたいた、バス。お、ちょっと
これいただいていいですか。いいっす。でかくトレラ服ねえからな、ダメかな。めちゃめちゃでかいじゃないですか。いやいや、そうでもないと思うが。いや、50はありますって。これ、はい、あ、そうか、ダメだ。これ2分の1落ちじゃないとダメだな。意外とやっぱ深いわ。持ってくまで時間かかっちゃう。いますね、地味に。深いな、ちょっと。うん、ちょっと時間かかりすぎ。しんちゃん、ああいうの大会で見つけたら、はい、結構追っかける。まあまあ、見える範囲。うちは追いますね。 あんまり反応 しないなってやつでもとりあえずひとしきり試し、ね、あ、行って出てきた出てきた出てきた、お、出ました、うん、で、あー、もうダメ、行くかな、あ、行った、あ、いや、ダメだ、違うな、あ、行かないね、え、すげえ難関フィールドなんじゃないこれ。いや、そんな気がしますよね。ここいるでしょ、ここでしょ、そこいそうだよね、ここめちゃめちゃいそうっすよね。今それぐらいの距離感と、はい、ラインたるませ具合で、はい、でも向こうでロールって してる、まあ、ホバストに関しては、うん、まあ、ある意味ロールさせなくてもいいかなと思ってます、うんうん、ピギーだとやっぱなんかこんぐらいゆるゆるじゃなきゃダメですよね。あ、結構あの向きになってやると、うん、やっぱ食わないですね。でも今ホバストやるんだったらもうピーって感じ。最近はピーですね。あ、フロロでもいいんでしょうけど、フロロがいい時もあるのかもしれないですけど、うん、けど今のところなんかこのピーで問題を感じてないですね。風強くてももうピーですね。あ、なんかまあ慣れちゃえば別に、うんうん、大丈夫ですよね、ピー意外と。へえ、きた、きた、どうだ、おお、まあ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 、うしよしよし、おーしです、ブンブンブン、きたぞ、ついに。そんなでかくねえかって、あ、まあいい魚、あ、いい魚だ、あ、やばい、よし、危ねえ、きた、危ない、ちょっとこいつもう一回いきますね、多分ね、違う、回そう、こっち来い、でも糸が太いから安心、ばっくりだ、えい、フィッシュローラー、フィッシュローラー、フィッシュローラー、フィッシュ、ありがとうございます、ロンドバーン、イエイイエイ、ありがとうございます。でも張りがかりがバッチリですか。いや、バッチリなんだけど、はい、びっくりするぐらい、さらにありがとうございます。てかもう取れるんじゃねえかぐらい、奥でバーンまで行ってない、チョンしかかかってない、あー、危ねえ、ナイスフィッシュ、いや、ナイスフィッシュローラー、あー、やっつけた、ラインがギュイン走りましたわ、やりましたよ、ほら、もう丸飲み、フィッシュローラー4インチ、あえてこのカバーとかいっぱいあるところは3よりも4の方がいいかもね、アピール力強めで、投げやすさも全然違う、投げやすさは全然、こっちはクソ飛びます、フィッシュローラーでブンポカーン、イエイイエイ、でそこいそうとか言ってましたもんね、言ってたもんね危ねえ、僕もボカンしたいな、いや、これ楽しくなってきちゃったんじゃねえか、ついに、ちょっとついに、おー、糸ちょっと歯で擦れてるわ、でもピーだとなんかリーダー太いの組めるじゃないですか、うん、でめっちゃ安心ですよね、5ポンド、あ、5ポンドか、はい、今日のお昼は何ですか。今日はお昼はあれですよ、ジェットボイルがあるってことはカップラーメンでしょ、うえー、うえー、不思議だよね、から豚味噌、から豚から味噌じゃないよね、から豚味噌らしいですね、うん、なんだかどういうわけか、神うまな一杯をお楽しみください。神うまってことは従来の即席麺では味わえない、味わえない神うまな一杯、神うまな一杯、異次元ですよこれは、これやばいですね、いただきまーす、いただきまーす、あ、うん、うん、うまい、喉にくる、辛い、結構、まあ、エズラよりも辛いですね、うん、うまうまうまい、釣り場で食うとよりうまいのは正しいよね、うん、このね、大自然と共に食うカップラーメン、電波も圏外、最高だよ、最高っす、じゃあちょっと唇が辛いです。大太郎さんって一番好きな食べ物は何なんですか。一番好きか、
あでも釣りでガチコチ行って、あうまいなと思ったのは高知のカツオのわら焼き。あうまいっすね。渡辺さん、逆に苦手な食べ物ってあるんですか？苦手はない。ドリアン。ドリアンでもうまかったな。あそう、はい、タイヤみたいに言うんですよな。それうまいっすか？ゴム癖みたいな。でもうまいよ、その先に。あきつかったのは韓国で食べたエイの刺身。そう、俊介さん今回、うん、三重県伊賀に来ました。そうだね。伊賀といえば何ですか？伊賀栗。伊賀栗。その伊賀じゃねえで。そうですよね。そうですよね。え、でも伊賀って何ですかね。伊賀って言ったらやっぱあれでしょ、忍者。忍者。そうっすよね。いや忍者、間違いないでしょう。いやでも子供の時あれっすよね、相当忍者になりたかったっすよね。あれね、水の上を、水の上行ったりね、水っつってこんなやったりね、うん、水遁の術やりたかったっすよね。できないかな。どうでしょうね。そうだな、忍者な、なりたいね。忍者なりたいですね。愛だね。いやですよね。せっかく来たし行っちゃいます。行っちゃうか。行っちゃいましょうか。忘れてねえし、ね、行こうぜ。忍者レッツゴー。それ行っちゃったんじゃないの。いいとこ入りましたよね。あお、起きたかも。あれ違う、張ってった。本当に来た。本当に来た。おお、走る。これでかそうじゃないか。俺が反り返っちゃってる。おお、まあまあ、おでかい。これでかい。でかめワンツー。でかめワンツーですよ。こいつまだ走るぞ。これやべやべ、ドラグリムド。おおお、んブラックビビーじゃないんじゃないですかこれ。え、なんかこれ何これ。ニゴちゃん。ニゴかよ、デカニゴですよ、スーパー。ニゴイでこんだけ引くって。うわー、でかい。でけえこれ。いやうわー、ブツブツし気持ち悪い。来たよ。すげえ。すげえ口してるこれ。うわー、うわー、うわー、やべやべ。こん、うわー、ビッグだ。でかい。ちょっと回る。おかしくないこれ。あー、危ねえ。ここ。いやー、気持ち悪い、そのブツブツ。ダメ。ダメって。あーちょっとちょっと、それ触ってみ。うわー気持ち悪いよ。すげえこれ、なんか魚の肌触りじゃない。 でっかいニゴイ。あ、エイかわかんない。サメとかっすよね。サメ、そう、そう、サメ肌系。いやちょっとドワッとした、そういう技がブー。俺もうやだよ、触りたくない。こっちの方まで来てんの。あー気持ち悪いよ。こう触ってみ。もう一回。すごいこれ。あーもう気持ち悪いよ。あーじゃあ俺このブツブツ苦手なんですよ。俺おかしいよ、ほら口のでかさ。ああ、ニゴイってこんなでかい？その隙間意味わからないもん、口からの。これこれ何これ、鳥みたいの。ねえ、それ引き。あ、なんかねプリプリしてる。いやだよ。いやもう絶対やめて。ちょっとどうしたね。すいません。そのなんとも言えない逃がしたのか逃げられたのか。あー今の超面白い。あ、 今絶対来たと思ったら本当来ちゃったと思う。今結構これは一目にかかった緊張感がぶっ飛んだね。ぶっ飛んだっすね。ぶっ飛んだねって。さあさあさあ、やってきたのはここ高山だね。ちょっと結構迷宮にしてますね。迷宮ですね。俺、孝太郎さんに
小太郎さん、あのブルーストークくださいよ。もういっぱい、なんぼでも。ジグはちょっと多分この竿で強すぎるから、これのこれにブルース。え、じゃあ俺それ使う。これですか。エグチャンク。うん。エビ。イエビです、イエビ。いやいや、ブルースホークはね、なんだってここのね、ここに溝が入ってるんですよ、ここの。だからこういくんですもんね、このこの手のこうだけじゃなくて、この横の動きが入るっていう。ベロンチョベロンチョ。なんか動きのなんていうのかな、エグチャンクと通ずるものを感じる。あの生き物感のあるバタバタじゃなくて、うん、ちょっとブルン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 っていう、すごいなんかドゥドゥドゥありますよね、うん、なんかザリとかの、あのザリがダッシュする時のあの、うん、ドゥンドゥンドゥンみたいなノリを感じるんですよ。であとこうさばいた時の手元に伝わる感触も結構重めな、通ずるものが、そう、はあ、うん、エビいいっすね。くそうで、ちょっとこの抵抗的には、そのフォールの抵抗はちょっとそんな多い方じゃないっていうかね、こうなるけど、あのチャンクがやたら噛むから、だからちょっとね 2g 軽くしました、 7g で中層を叩きつついこうかなっていう。なんかそれもおしゃれですね。ベロンと釣れそうでしょ。あ、でもコンパクトだけど、はい、太っ、軸太っ、いいっすね。そうそう、こういうジグが欲しくて。あんまないっすよね。うん、ので特注です。ありそうな、これ実際見てみないと分からんですね、やっぱね、このカバージグで、うん、なかなかないですよ、このサイズ感、太くて。これがギャップです。小さいけど針はえぐい、えぐいエグです。それでギャップ、2、エグチャンクのエグエグコンビですねでもこれでやっぱジグいいのって、絶対どんなリグでもフック通ってるとこって硬いじゃないですか、はいはいはい、だけどジグはそこがふわふわのスカートついてるから、この柔らかい動きがどこも硬くないっていうね。でもそこでやっぱこういうパーツが柔らかくて、で今時あんまりバッタンバッタンできついから、こうブルブルどっちもするんだけど、こう擦れた魚も嫌がらないね、そうですね、振り方とか、こう手応えっていうかね、振動とか。いや、それそのジグでもここのなんだろう、ワームの動く範囲が広いからやばそうだな。針で固定して、針がなんか短いから、ショートジャンクで、うん、だからこの辺のもうビラビラ動くじゃん、ヘッドまで。 それはやばいかもしれない。よりやばい動きが出そう。コンパクトだけど針はしっかりしてるっていう、うん、いや、それは発想なかったな俺。いや、いけてますね。ジグはね、組み合わせが自由だし、ボリューム感もその場で変えられるから、そうだし、なんだってね、これもやっぱね、俺はルアーの中でラバージグが一番かっこいいと思ってるから。ほー、バッスリ、バスフィッシング、ね、そうそう、まあジグはね、クランクベイトっていうのも分かるけど、やっぱね、ジグでしょ。でも動きが派手じゃないけど、水をし強いワームって釣れない？あ、釣れますね。ね、うん、動きの大きさって釣れるじゃん。そうですね。ね、うん、だけど水押しの強さって別に大丈夫なんですよね。ね、そう、そうなんですよ。だから釣れ続く。意外とピッチが早いんで、それ。うんうん。見た目で覚えられやすいっていうか、やっぱ強すぎると活性選ぶし、そうですね、擦れやすいし、だ動きはどこかナチュラルじゃないと今時ね。そうですね、うん、聞くとき少ないから。いや、でもこの方でこんな動くなんてやばいね、やっぱ。くぅ、来てる。よっしゃ、ブルースフィッシュ、ブルースフィッシュ、いい魚だ。うわっしゃ、ブルースフィッシュやっぱブルースですよ、これ。食うと、あ、やべえ、プリだ、プリプリ。おお、やば、フットボールめ、フットボール、フットボールめ、いくぜ。マジで、でかっしゃ、ブルースホーク、ブンボカン。うわ、ブンボカンだ。これはブンボカンですよ、コウタロウさん。あら、ブルースホークでブンボカンですよ、これ。コウタロウさん、完全に、プリだめ。あ、マスタージグ&ブルースホーク、このパワーバランスは絶対だと思ったけど、一発ですよ。くわー、プリンプリン、
フットボールメン。フットボールなの？フットボールじゃないか。こっちがフットボールか。お腹がそうっす。いやマッサージ具でフットボールってどういうことだっつって。いやいや、あのお腹が混乱を招きましたよ今。ぐわーうわほらブルースホッグ&ねえジグでジグバッチリです。これがカバーフィッシングっていうか、こういうジグフィッシングのね、ジグフィッシングの醍醐味ですよ、 醍醐味ですよね。プリスポンが見事騙されました。行くぜ行くぜ、ブンボカカーン、ブルースホッグマッサージ最高、うーあおーやーはいいやー綺麗だぜ、ブリブリだぜ。お、バスいた。お、先頭先端。ほんとだ、バスいた、コイトいる。浮き始めたわ。浮き始めたね、小さいけど。あーよっしゃ、おー、また来た。すっげえ。ほら、こう、来た、ブリ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 、ほら一段下ですよ、ネスト場のスポーン、今が卵を産むぞってところの一段下にいる。すげえ。ブン、ボカーン、ボカーン。マッサージグ&ブルースホッグ、ブン、ボカーン。ブルソックやばいかー、シュンさんやばい、ふぅくわー、マジかよーやおーやちょっとちょっとあだすあだすあだだすってね、僕も7クルームにして、ブルースホーク、いやこのナチュラル感はやばいんですよ、このマッチング最高です。今の状況にバリハマりだぜ、これ釣れる魚が物語ってるぜ。正解の魚、これが。いやー、すげえなー。うん。高山ダムで、ブン、ボカー。おーい。イエーイ。あ、さっき釣ったの一発目そこか。そこでしたっけ。このって気がする。なんかあんな感じだったな。あ、そうだ、そこですね。ね、そこですね。あ、なんか食ったかも。ブン！全然違った。ブン！ラインがトゥンってなったから。かなり感度上がってますね。ダメだこりゃ。俺マジで朝の3投目で終わりだなこれ。まだあるっす。まだありますけどね。まだありますけどね。もう適当にやる。おらー！おおお、ブラックいた。今ボイボイしたっすよ。マジ？はい。サイズは？40ぐらい。マジ？あれ雰囲気変わってきた？今いたっすよこの。今ボイル。だがしかし、どこいたかわかんねえ。これじゃないですかチャンクバは。いや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 。あ、ブラックいた。いた？あ、いたいた、つでつでつで。2匹切れたら、いけいけいけ、おっ来た、入った、早っ早い、ちょこいつ何なん、いや食うんだろ、食うだろ、食ったよ、よしよし、俺も行くぞこれ、こっちも食え、こっちも食え、ダブルヒットいけるかも、あ、しらけてる、ダメだ、さすがしらけてる、追っかけてこないもんね、いやちょっとなんか変ですよね、あーし、ダメだな、ダブルヒットいけないな、こりゃえい、イエーイ、ブンボカーン、いたな、サイトでブンボカーン、これまあ阿部ですね、阿部、ナイス阿部、ナイス阿部、ナイス阿部、ちょっと目がえって顔してますけど、これえ目がこうでういうい、ういみたいになってますけど、ブラックの、ブラックの眼球がよく動いてますね、彼は、え、ちょっとこれまだいるだろう、まだいますね、まだいるよね、まだいますね、ちょっとこれブンボカーン、まだいるぞブンボカーン、じゃあこいつはちょっとお帰り願おう、早そうに、いいかな、 Thank you man、 しゅんさんこれ実はいるんじゃないか、いやいると思うんですよ、あっち側とか、あー、ボーゲーボーゲ
ボンカーン文防下か。どっから出てきたのそれ。わかんねえ。どっから出てきたんだそれ。防下防下防下。おぉ、ナイス防下。防下いるんだ。防下。アビエ防下。あ、来た。違うよ。なんだ今の。おぉ。勝ちてね、勝ちた。いけいけ。下手にかかっちゃってっかんな。よいしょ。あー、キャーン。あ、でもまだいける。まだ。俺どこ行った？いや、多分ね、またね、そっちのカバーの入ったんですよ。あ、あれだ、あれだ、あれ、あれ。ずっとぐるぐる回ってんだ。あれきついなぁ。あいつずっと動いてる。ホバには。奥すぎるぞ。でも、あ、出てきた。おっしゃ。もうダメかな、一回食わしちゃったかな。いやでも反応してますね。見てますよね。わ、また行った。くしょ、お、めちゃくちゃオールド。やべ、ここ何、何、何？違う魚？アホードいます。そこに孝太郎さん投げてください。そこ。え、どこ？そこの、そこです。何がいるの？いっぱいいます。ブラックバスだけど。ブラックバスがいっぱいいます。いっぱい？はい。ダメか。いや、コバッチョも含めいっぱいバスがいたんですよ、今。あ、ほんと、追ってきてるしんちゃん、下。ああ、そうそうそう。あっちの奥にでかいのもいる。ダメか。ダメですか。くぅ難しい。なんか変な感じですね。変な感じだね。そうそう、行かなきゃまずいのかな。そうですかね。5時45分。はい。これは戻りますか。戻りますかね。わ、いやー、すいません、ちょっと最後ちょっとまあでも合わせたくなっちゃいました。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいやいや、ちょっと久々になんかスーパー最後まで、うん、暗くなるまで頑張っちゃいましたね。ですね。はい、はい、いや楽しかった。いや楽しかった、でも難しかった。まあまあ、ちょっとボートはね、俺のまあまあちょっとフィールドというか、いや見させてもらいました。はい、そういうことです。というわけで今回、はい、プレゼントがあるというところで、はい、まずねキーワードなんですけど、まあじゃあ今日俺が一番でかい魚を釣った、うん、あの2発パンパンって釣ったセッティングについて、ジグ&ワーム、そうです、それの名前を、何ジグ、ジグの名前とワームの名前っていうのを、はい、キーワードでいきましょうというところで、プレゼントは、今回のプレゼントは、ほい、やばいっすよ。なんか、ね、ロットホルダーと、はい、あとキャップと、はあ、カールロットホルダーハードほうと、コンプリートメジャーシートっていうのの、はあ、ついたてがついてゼロ合わせがしやすくて、はあ、メッシュ素材で癖がつきにくく乾きやすい。素晴らしいですね、はい、っていうかめちゃめちゃ豪華なセットですよ。セットをいいんですかっていうね。いや、こちらこそね、楽しませてもらいました。これぐらい、はい、というところで、うちからは、はい、あれですね、オフィシャルパーカーお、はい、とあ と,、キャップ、オフィシャルパーカーとキャップってこのセットを、うん、セットで、セットで、お、はい、セットで1名様です。はい、だから合言葉と、うん、入れて送ってくださいね。どし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 お願いします。お願いします。じゃあ行くぜ、はい、ブンボカーン。こんな暗いこと、いや暗闇ボンブンボカーン一番今まで一番暗いです。ブンボカーンナイト。イエーイ。